はい、それでは今日も未来の自分自身におはようございます。はい、それでは今日の日付はですね、2022年、令和4年の9月6日の火曜日。今日も日本経済新聞の朝刊からいろいろと今の社会情勢を学びつつ、朝からしっかりと文字を読んで音読をして、口を動かして声を出していく、そんな練習を行っていきます。ということでですね、昨日の朝あたりからですね、ちょっと心配をされていた台風11号ですけれども、進むスピードがですね、遅いながらも、九州のですね、西側を北上して、そしてですね、韓国の釜山に一度上陸するという形で、まあ、この韓国、朝鮮半島もですね、かすめながら今北上しているということで、まあ、九州地方もですね、非常に大きな影響があったと思いますけれども、まあ、この災害という意味ではですね、本当にみんな用心をしたおかげで、すごく大きなですね、被害があったというようなこと、ニュースは今のところはないようですね。その辺のところは一安心とは言えますけれども、まあ、東京あたりもですね、今日は、午後からですね、この台風に向かって吹くためなのか、南風が強く吹き出して、そしてですね、気温がその南風の影響で気温が32、3度ぐらいまで上がるかもしれないという予報で、9月の上旬に入ったところですけれども、今日もですね、一日残暑が厳しい、気温になりそうだなというところなので、しっかりと水分補給をして過ごしたいと思います。ということで今日もですね、まずは昨日の日経平均株価の終値を確認しておくと、昨日の日経平均株価の終値は27,619円61銭、27,619円61銭ということで、先週末の金曜日に比べるとマイナス31円23銭、-31円23銭ということで、まあ、さほど大きな動きはなかったようです。円ドル相場についても1ドル ＝140円57銭から58銭、1ドル ＝140円57銭から58銭ということで、先週末の金曜日に比べると33銭安ということなので、こちらもですね、まあ、少し140円台が定着したかなというしてしまったかなというような、まあ、動き、まあ、大きな動きはなかったようです。ということでですね、今日はまずですね、音読の一つ目の題材としては、まあ、社説の一つ目をですね、取り上げる形で、医療への統治強化は中小病院も対象にというような提言で、まあ、この新型コロナウイルス禍を受けてのですね、まあ、この医療提供体制に向けた社説としてですね、まあ、提言を行ってくれているということで、なかなか私たちもこの病院の在り方ですとか、この医療報酬制度に対しての理解不足なども含めて分かりにくいところもあったりするので、こういう機会にですね、まあ、少しでも専門用語みたいなものに対する理解というものをですね、一つでも二つでも深めることができればというふうに思います。ということで今日はですね、医療への統治強化は中小病院も対象にというような社説の一つ目です。感染症危機に直面しているのに十分な医療提供体制を確保できていない。新型コロナウイルス禍で繰り返し直面したこうした問題を改善するため、政府の新型コロナ対策本部が次の感染症危機に備えるための具体策を決定した。だが、保健医療機関に対する統治、ガバナンス強化の観点で見ると踏み込み不足の内容だ。病床確保や発熱外来の設置などを罰則付きで義務付ける対象は大学病院や地域の中核病院に限られるためだ。中小病院や診療所は対象外となっており、これでは新型コロナのような有事に医療へのアクセスが確保できるのか不安が残る。具体策によると、都道府県と医療機関はあらかじめ病床の確保や発熱外来の設置などに関する協定を結ぶ。協定に沿った対応をしない医療機関は勧告したり公表したりする。大学病院などの特定機能病院や地域病院の、地域医療の中核を担う地域医療支援病院が指示に従わない場合は、こうした病院としての承認の取り消しを可能にする。承認取り消しは診療報酬の減額につながり、実質的な罰則となる。ただその他の病院や診療所は役割を果たさなくても厳しいペナルティが課される仕組みにはなっていない。特定機能病院などの大病院が入院医療で中心的な役割を担うべきなのは確かだ。
しかし有事に医療システム全体を機能させるには中小病院が症状の改善した患者や他の病気、怪我で入院している人の転院先、となって大病院を後方支援したり多くの診療所が発熱外来や自宅診療者の、健康観察を担ったりすることが不可欠だ。こうした医療機関を確保する行政指揮の仕組みが弱ければ患者の転院が進まずに病床が空かなかったり自宅療養者が放置されたりといったコロナ禍で起きた事態が繰り返されかねない。中小病院や診療所は民間経営が大半だが、保健医療機関の収入は保険料や税金で支えられている。感染症対応のような重要な医療政策に協力するのは当然だ。院内の感染防止措置など病院への支援策を講じつつ行政の指揮下にしっかりと位置づける仕組みを考えるべきではないか。政府は医療体制の確保策を盛り込んだ感染症法等の改正案を、秋の臨時国会に提出する方針だが、本来もっと早く実現すべきだった改革だ。これ以上の先送りは許されないことを肝に銘じてほしい。ということでですね、ちょっとなかなかこれも私たちの一般、庶民の生活感からですね、この、医療機関の診療報酬制度などを含めたり、それから特定機能病院だとかというような仕組みであったりとかいう意味で言うとですね、なかなか体感的に分かりにくいような気もしますし、何でもかんでもこの仕組み作りの中に盛り込んで罰則だ規制だということになれてもですね、身動きが取りにくくなるような小さな診療所だとか中小病院というのもあるような気もしなくはないし、なかなかこのですね、まあ、その社説で言われるような指摘だとか提言みたいなものすべてがすべて取り入れればですね、何もかもうまくいくというようなことではないと思いますけれども、世の中にはこういう問題もこういう問題もあるもんだという程度で学んでおければいいかなというふうにも思います。ということでですね、2つ目の音読の題材としてはですね、ちょっと2つ目の社説はですね、中国の新疆ウイグル自治区に関することというか記事なので、ちょっとですねそれよりも気になるニュースなどが他にあったので、まず2つ目の音読の題材として取り上げたいのはですね、イギリス、まあ、英国のですね新しい総理大臣、まあ、首相にですねトラス氏という女性が選出されたということで、まあ、7月にですねジョンソン首相がですね辞めると辞任表明をしていた中でですね、まあ、ほぼ2ヶ月程度かけてトラスさんという今外務大臣外相を務められている女性がですね新しい首相に選ばれることになったということがニュースとなっているので、まあ、そのトラス氏に関する記事をですね、まあ、ちょっと2つ織り交ぜて、音読してみたいなと思います。トラス氏が英国の首相にということですね。英国与党の保守党は9月5日ジョンソン首相の後任を選ぶ 党首選の結果、リズ・トラス外相47歳を新党首に選んだ。9月6日にエリザベス女王の任命を受けて正式に首相に就任する。内政では物価高対策が最優先課題となる。ウクライナ危機への対応では対ロシア強硬姿勢を継続する見通し。故サッチャー氏、それからですねメイ氏に続く英国史上3人目の女性首相となる。一般の保守党員による投票でトラス氏が約 57% の81,326票を獲得。そして対抗馬のスナク前財務相はですね 63,399票だった。トラス氏は当選発表後の演説で減税と経済成長のための大胆な計画を実現すると訴えた。ジョンソン氏は相次ぐ不祥事で7月上旬に辞意を表明していた。 党所属国会議員による事前の投票でトラス氏とスナク氏が一般党員による決選投票に進むことになっていた。議員票では首位だったスナク氏だが財務省を辞任してジョンソン氏退陣のきっかけを作ったことなどが嫌われた。トラス氏は外相を続投しジョンソン氏への忠誠を示していた。トラス氏がインフレ対策で大規模な減税を表明したのに対しスナク氏は財政規律を重視して的を絞った対策を主張していた。
ホラス氏は石油メジャー勤務などを経て2010年に下院議員初当選、そして2014年には環境省に抜擢された。国際貿易省、国際貿易担当大臣時代の2020年には日英経済連携協定 EPA を交渉を手掛けていたというのが今一面の記事の内容になりますけれども、ですね、15面にですね、このトラス氏のですね人となりが少し解説されて記事となって、イラスト入りのですね記事となっていたので、これを2つ目の補足として音読してみたいなと思いますけれども、英国史上3人目の女性首相に就くリズ・トラス外相47歳は初代女性首相のサッチャー氏を信奉する保守党内のリバタリアン、自由至上主義派の代表格。2010年に政界入りしてわずか4年で環境省に抜擢された。それ以降複数の閣僚ポストで経験を重ねた。2020年には国際貿易省として日英経済連携協定 EPA の英国側の交渉を主導。外相だけでなく財務省の副大臣級のポストも歴任しており、省庁の仕事について内政外政の双方に精通していると評価が高い。その一方で自ら、私は巧妙なプレゼンテーターではないプレゼンターではないと語る通り、演説や討論での発言は機械的でぎこちない場面も多く、発信力や親しみやすさには課題を残している。トラス氏自身はその代わりやると言ったことは実行すると、政界でもですねトップクラスの閣僚経験を強みとしてアピールする。英国メディアは政界で最も早くソーシャルメディアを活用した議員とも評する。外相時代も外遊や新政策を相次ぎインスタグラムやツイッターに投稿して話題となった。自分自身も認めるプレゼント能力不足を補うため、首相就任後もこうした発信が続きそうだということなので、サッチャー氏、それからメイ氏に続く3人目の女性首相ということなので、私たちがですね小さい、中学生ぐらいの時のサッチャー首相のイメージというのは本当にですね仕事ができる女性の代表格のような、そんな印象の方でしたけれども、報道を見る限りですね、当時のサッチャー首相は当然ながら時代的な背景もあって非常に女性としてはですね難しい時代であった中で、この今のトラス氏自身はですね、ちょっと見た感じ柔らかみもあって、英国のですねこの、国民を率いて、きっといい政治というものをですね、邁進してくれるのではないかなというような気もするので、今後また日本と英国イギリスの関係性というのも、非常に楽しみだなというふうに感じます。で、3つ目の音読の題材としてはですね、スマホ決済が乱戦模様ということで、昨日もちらっとトピックとして JCB がですねスマホ決済に参入するということをちらっと触れたわけですけれども、今日の記事、と日本経済新聞朝刊の中でもう少し詳しく触れられていたので、これをですね3つ目の音読の題材に取り上げてみたいと思います。スマホ決済が乱戦模様で QR 市場7兆円を越してくるということですね。JCB は9月の5日、2023年中にスマートフォン決済送金サービスに参入すると正式に発表。老舗の大手クレジットカード会社にとってもスマホ決済が無視できない存在になってきたことの表れであり、今後も既存金融機関の動きが活発になりそうだ。スマホ決済業界の勢力図に影響する可能性がある。JCB が計画する消費者向けのスマホ決済サービスでは、JCB のアプリから QR コード決済やタッチ決済など複数の決済手段が利用できるようになる。 JCB が直接消費者へ提供する決済サービスだけでなく、事業者向けにも2023年春からスマホ決済の機能を提供していく予定。 QR コード決済は2021年に取扱高が前年比7割増の約7兆3000億円に達し、交通系 IC カード、Suica などの IC プリペイド型の電子マネーを初めて上回った。クレジットカードの80兆円規模の取扱高とはまだ大きな開きがあるが、若年層を中心に日々の決済手段として浸透しつつある。既存のクレジットカード会社もアプリの機能を高めたり、物理カードではないバーチャルカードを発行したりとスマホ対応を進めている。
JCB は今回ネット企業やフィンテック勢が得意とする QR コード決済やスマホ送金の領域に一歩踏み込む。クレジットカードの競合企業はスマホアプリで何でも完結すると利用者が囲い込まれる。入金が楽になると利用者は使い続けるので気になると JCB の動きに警戒感を示す。対するネット企業勢もアプリの拡充を進める。スマホ決済大手の PayPay はアプリ内で後払いができるサービスを2月に始めた。通常の PayPay と同様に QR コードで支払うが、裏側はクレジットカードの PayPay カードを利用する仕組み。 PayPay のブランド力を生かしてクレジットカード事業の拡大も目論む。スマホアプリの楽天ペイでは電子マネーだけでなくクレジットカード、ポイントなど複数の支払い手段をコード決済の形で利用できる。スマホ決済はすでにペイペイなどが認知度を高めてシェアを拡大している。 JCB がどこまで新たな顧客層を獲得できるかは未知数だ。ネット企業やフィンテック企業と既存金融機関が入り乱れ、今後競争が激化するのは間違いないということで、JCB がスマホ決済サービスに参入するという昨日のニュースを補足するような、補足というか詳細に解説してくれる記事でしたけれども、これとはまた別にですね、ヤマトホールディングス、ヤマト運輸もですね、スマホ決済を導入するというような、記事が別にありですね、これはちょっと時間的にも音読、全ては音読しませんけれども、ヤマト運輸のですね、個人会員サービスである黒猫メンバーズ向けに新サービスニャンペイというですね、公式アプリを始めるということで、これによってですね、スマホアプリに入金することで宅配サービスの宅急便の、それから送料だとか包装資材料金を支払うことができるということなので、例えばメルカリだとか、そういったですね、ちょっと小規模の、この送る何か荷物を送ったりするような人たちにはですね、とっても便利な仕組みになるのではないかなということで、これも先ほどの JCB 同様にですね、ニャンペイという仕組みが導入されてくるということで、まさにスマホ決済が乱戦模様ということになってくるんだなということですね。ということで今日は2022年令和4年の9月6日の火曜日、今日という一日も本当に地味で平凡で、取り立てて大きな変化を感じることがない一日になると思いますけれども、自分なりに 0.1 ミリずつの小さな小さな点を日々打ち続けることによって、やがてその点と点が何かのきっかけで線で結ばれることがあれば、大きな変化を体感できることもあるかもしれないし、こうした何でもない平凡な一日を感謝して過ごすことによって心が豊かな生活を体感できるので、今日も一日笑顔で元気よく頑張っていきましょう。それでは。